あ、開いた。あと1枚。あと1枚。近づいてる。これ以外はもう開ける必要ってないのかな。ここはなかったですね。あと1枚。うん、行きたいな。うん、あ。なぜカバンが。なぜ。他に何かコメントなかったかな。ピシ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 。連打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 。ロッカーを連打。開きません。あれ、この教室も今回初めてか。うん、バカ。あれ。うん、ピンク5。これ私メモってたっけ。メモってない。お、ピンク矢印5。ピンクが5でしょ、うんうん、5は B でしょ、うん、白が6で6は V。 なあ、残っちゃうねえな。結構ね、そのメモ書き、うん、行数半端ないんですよ。いっぱいありますね。ん？分からん。ここにも国産。今ガタンガタンになりました。チョークの数。あー、ピンクとか。かな。あ、森田さん、ここなんかないですか？なんか点ネジ。ここなんかないですか？なんかありますね。何それ、ちょっとネジ飛び出てる。特段触れないのですが、これどうやって、これなんか、それもしかして反対側のカバンのめり込み、めり込み、ポリゴンのめり込みかもしれない。誰か、どなたか、あと1枚なんです。あと1枚、あと1枚なんです。これ、あ、黄色6。あ、書いてない。白も6だし、黄色も6だし、うん、6は V、うん、なんのこっちゃ、法則が分かんない。分からん。にゃー、さあ、煮詰まっております。あと1枚、それが我々煮詰まっております。我々煮詰まっております。まあ、整えた。マジやばい。マジやばい。マジやばい。くまっちゃん。くまった。いや、くまりましたよ。これは。しかももう次またここまで来ないですからね。これは大変ですよ。お、あ、あ、これ前やってるありましたね。前やってるのか、うん、いや、何も入ってない。カバン入ってるかな。カバン入ってるっつうの。今そういえばこの向きから見たとき、教卓に何か書いてませんでした？え、教卓の横側、側面。留年決定。留年決定。愛してるだな、ここの、うん、ダメだ。今の黒板のクマちゃんは何の意味があるんでしょう。作者が好き。そのチョーク入れの中に目玉入ってないのかな。なあ、もう分かりやすく出てきてほしい。もうチョーク入れとか超触りたいもんな。あれ、え、時計触れた。
47分。え、何？ん？時間？微妙な。なんだ？時計を触ると何かが起こるっていうのは初めて知りました。はい。3時47分。うん。3時47分。別の教室の。別の教室の時計を。じゃあちょっと奥に、はい、ここがまずバリケード入った入った4時41分メモ3時47分と4時41分あれ3時何分3時47分47分と4時41分が3時47分が3の2、うん、3の2えあれ3の2だっけごめん3の2だっけちょっとこの端から行こうぜ、はい、逃がさない声がのぶとくなってるあれここに楽譜なんか前なかったっけあれか逃がさないあれ声がいろいろ変わりますな。なんかでもありそう。前あの折り鶴がそこにありましたね。なんかここなかったっけ。あったら大金星。大金星クリアクリアかどうかは分からんないか。助けてまためっちゃ喋ってんなここの教室、うん、なんかあるんですかねこの部屋になんやろな、うん、すごいアピール度が半端ないそうめっちゃアピールされてるとけば触れないあ触れるあれ触れたっけさっきまで9時うん突如この教室の例のアピールプレイが、うん、半端ないですね。おー、ノー。一番こっちが9時でしょ、うん、で、2の1今の部屋が2の1、はい、で2個目の部屋が2の2ですね流れだと2の2、地の部屋ですね、はい、それが4時41分ですね、うん、で2の3ですね2の3、はい、順番に逃がさないあまたはい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 一回ちょっと聞いてみる、うん、もうええんちゃうみたいなあと1枚もね、窓から飛んでいったんかもしれない。窓開いてたし、ね、普通にピアノ弾いてますし、うん、ちゃんとねあはい、音楽室4時47分近いね、4時41分と4時47分逃がさないおぉ、また言ってる。うん。うん、逃がさないで別に構わないんですけど、もう、一回行くか。そうっすね。もうどうしようもないよね。一回の時計も触れるんですかね。ちょっと触ってみましょうか。うん、一通り、うん。保健室か。保健室、トイレ、時計ありましたっけ？わかんない。保健室。保健室こそ楽譜とかありそうだけどな、うん、あ、ないかない保健室にはないのか、時計それはそれでまた不思議だが、うん、クマちゃんはまだいる？あ、いるいますここのクマちゃんが一番堂々としてるね、うん、
あと1枚どこにあるんだ。あと1枚だよね。1枚。あと1枚で次に進むんだよね。清潔な流しだね、うん、あと1枚ものがくもしくは目玉、うん、キャベツ取ると。折り鶴はちなみに今17個。17、うん、あと3。結構来てるな。この落とせる意味とかもね、わかんないよね、うん、なんかあの段ボールに乗れるとか、上に乗れるで、棚の上を見て棚の上に楽譜が1枚あるとか、そんなことはない。蹴っちゃう、乗れない。ガンガン蹴ってますね。もう覗く癖が。ない。上にもない。現状行けるところはあと教室2つですね。トイレはもうないよね、うん、まあ、1枚見つかりましたからね、トイレからも。そうだね、うん、やべえなー、この詰まってる感、煮詰まってる感。ただ今回音楽室で楽譜見つけたのと、目玉 見つけたのと。目玉はでかいね、うん、あと楽も、 あと時計触れることも。そうすな、うん、おめでとう、誕生日おめでとう。4時16分かな、1の2。おう、え、時計の裏にまさか目玉楽譜がない。4時15分差してる。あれ、そんだけ、ついでになんか落ちてきたとか。落ちてきてほしかった。なんもない。あー、ぬか喜び。なんもね、時計飾ってあったところは。なんもね、どうや。なんもねえ。今なんかガタン言った？言いましたね。どこがガタン言ったんや。ラップ音。ラップ音。え、こんなんやりましたっけ前。え、分からん。何、どこ押したんですか。え、ただただこのキャビネット触っただけ。なんもないっすよ。謎が謎を呼んでるぞ、うんうん、今の時計は4時41分。4時15分でした。あ、4時15分。くそー、こんだけ思わせぶりな、思わせぶり、かなり思わせぶり、こんだけ思わせぶりなことしといて。くまーだりーさっきからなんかガタンガタン言ってるの、うん、何なんだ、一体何なんだ。え、こんなんありましたっけ。2階を目指せ。ああ。初期アドバイス、うん、なんかヒントババア、下に、今、床に。あ、あ、みっけ。そういえばここ前見つけた気がする。行きましょう、行きましょう。あらま、まさかの山田三条。揃った楽譜。さあ、楽譜が揃ったことで我々は何、どう進展があるのでしょうか、うん、まさか。なってるなってる。クライマックス。いやー、だって目玉見つかってないよ。クライマックスじゃないでしょ。なるほど。さあさあさあ、姉ちゃん姉ちゃん持ってきましょう。楽譜持ってきましょう。
かのイメージが見える。あ、これ目玉じゃないですか。目玉の位置なんじゃないですか。で、女の子の目なんじゃないですか。この場所はどこだろう。この今さっきの教室じゃない、の教室じゃないですか。班の形になってる。これさっきの教室じゃない。あれ、まさかこれ怒涛の、ちょっと怒涛のクライマックス感出てきたよ。怒涛のクライマックス。目玉がもう一個発見され、クマちゃんに埋め込みみたいな。え、やばいやばいやばい、ちょっとエンディングっぽい、エンディングっぽい。さあ行こう行こう行こう、うん、1階だよね。1階で1の2だね。そうですね、あの半スタイルはね、うん、さあガリガリ行きます、ガリガリ行きます。進展があったね、うん、しかもすごい進展だよね。なんか分かりやすい進展を。分かりやすい。この辺この辺、でも目玉ちっちゃかったですもんね、さっき見つけたやつも。こっちじゃないよね、この3つくらい椅子が並んでたよね、うん、この辺。この指はヒントなのか。あ、うん、からびっくりした。嘘つき。この辺、私なこの辺な気がしたんですけど、なんとなく。机の下は覗きにくいですね。しかもどうやって、なんかね、別にしゃがめるわけじゃないじゃん。うん、あれ？ハンスタイルになってるのこの教室だけでしたっけ。んーだと思うけどな、うん、お正解だった。何これ、次の場所ここに行け。この机を触るとこうなった。これどこ、トイレ、トイレ、男子トイレだな。行くぞ、じゃあ男子トイレ、通行だ。あの散歩路の上だろ。オーケー、オッケー、サンポール、サンポール。一気に進展が、待って待って、なんなんなん、クマちゃんじゃないこれ。え、やばい、やばい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 、え、教室どっか入りましょうか。もしかしたら逆かもしれないから、どっちかわかんない。救済ターセーフ。今めっちゃ聞こえたよね、クマちゃん。めっちゃ聞こえた。これは完全にクライマックスですね。こっちじゃなくて前から出た方がいいんじゃないですか。トイレこっちだった。逃がさない、行くよ、はい、え、もうトイレ向かう、トイレすぐ入りましょうか。男子トイレとりあえず。あれ、音しなくなった。なんなんだ、クマちゃんの音しなくなった。で、もう確実にここやな、うん、来た。時計だ。これは何時、4時47じゃない。4時47だったら音楽室だ。え、もう一回。針が4時47じゃない。3時47。あ、4時47じゃない。本当だ。4時47分。音楽室。すごい。メモっといてよかった。メモっといてよかった。出ます。あ、やばい。クマちゃんの声がしてる。ちょっとどっちかはしてんだよ。どっちか。はい。でもいなくなるかな。これだってね、今階段のところにいるとしたら2階に上がれないじゃないですかね。おらんなった。セーフだ。どこ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 。セーフセーフ。行きましょう。
おやおやおや、行き過ぎかな。あ、ここだ。あれ違う、ここじゃない。3時47、2の3か。2の3。2の3の方か。2の3行きましょう。クマ来るな。来てない。いや、さっきからさ、クマちゃん、前から来てんのか、後ろから来てんのか分かんないから。2の3。はい。ほい。保健室のベッドの下。ベッドの下。これは分かりやすいね。うん。行くよ。はい。これクマちゃん来るよね。2回来るんですかね。来ない。1回だけかもしれない。来てない。降りた後が。保健室行きます。はい。おお。あ、そっちか。おお。一回どっか救済入れましょうか。オッケー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 。でもこのパターンだったら、うん、これでクマちゃん回避。保健室の方にまだいたら厄介ですね。クマちゃんがこっち来る前に手前から入るとか、それともどうやって、クマちゃんの横は通り抜けれないですね。抜けれない。うん、新しい展開だな。うん。ダンストル入っちゃった。オッケー、出ます。うん、一番保健室に近いのは階段ですよね。階段で上に上がっちゃいましょうか。あ、あれ向こうに行ってる。 U ターンする。巡回してんのこれ。巡回してる。じゃこれでついていけば保健室入れる。いつの間にこんな浮遊クマになってしまった。あ、U ターン、しゃー、入れた。真ん中ですかね。こっち。あ、来た。あ、来た。出た。キルヒホフ、音楽室。音楽室。あ、音楽室だ。これ出て大丈夫なの？こっち、いや、こっちから出たらもう行き止まりですよ。こっちから、あ、そっか。すぐ入れる。もう一回すぐ入る。出し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 。ああ、入りましょう。でもこっち来るか分かんない。分からんよ、分からんよ、びっくりした。女の子めっちゃ笑ってる。ただドアを視界に入れつつ、あ、来ますね。でもうこれで、うん、こっちから急いで出て、で逃げれないのかな。どっち、どっちから来るか。行った。よし。逃げ切った。逃げ切った。びっくりさせてよ。もう。音楽室。これでラストか。キルヒョフ、キルヒ、キルヒョフ。あれ、待って。クモちゃんいた。いた。あれ、また。え。クモちゃんの見てる視界。こんなことが。え、どういうこと。合図みたいな、はあ、合図みたいな話。これはどこ押せばいいんやろな。あれ、ん、え、あれ今なんだ。戻ってきたよ。落書き。女の子消えてからの。
お？あれ？もうちょっと上？でもホッフがギリギリ出てたぐらいだからね。そうですね。うん、あれ？待って。黒板で落書きされている。見つけた。自動音声。だよね。うん、何もないよね。うん、どうしたらいいんだ。許さない。落書き点点点ときたよね。うん、分からん。今のくまちゃんの目もう一回見ます。今回の視点これやったんかもしれないですね。今これくまちゃんが見てる。かつこの人は行ったり来たりしてるね、うん、単純に捕まんなよっていう話じゃないのかな。なるほど。あの女の子ミカさんっていうのかな。はあ、かなり長くなってしまいました。でもそうですね、一旦区切らないと。そうですね、時間としては、うん、ちょっとここだけもう一回触っていいですか。どうぞどうぞ。くまなく、うん、くまだけに。なるほど、何もない。ただこれでゴールだった、そういうこと。まあ落書きと言ってるから、なんか、うん、あのお誕生日おめでとうとか、うん、ああ、なんかいくつかを見に行くかもしれない。なるほど。気になる。ちょっとまた次回にしましょう。そうですね、はい、そんなわけで1994の第、もうこれ何回か区切られてるかもわかんない、はい、また次回。次回、さよなら。今夜のニコ生やるかどうかは4時までに決断する。先ほどのね、50 5とかじゃなくて50です。初級めでくさい。朝起きてバナナ食べられてたらどうしよう。真面目に何が食うかよ。すっげえ真面目に。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みではない方はぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクでは、コスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひともすべてご覧くださいませ。はい、それではまた他の動画もご視聴ください。さよなら。なんか段差を乗り上げてしまった。